おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回はキラメージャーと郵送ジャーじゃなくてゼロワンのですね、感想を一気にさせてもらいます。というで、ゼロワンの感想ですが、声優さん、黒幕の声優さんが声を出ましたけど、楽しみっすね。文治さん的にもうちょっと渋い人やのかなと思ったし、すごく分かりやすい人だったので、文治さん的にはあれでしたね、びっくりしたことっていう感じでしたかね。こんな感じでまずゼロワンの方の感想をですね、させてもらいます。そしてキラメイジャーは1話と2話の総集編ですね。そして蔵出し映像という回だったんですが、文室を見た感想ですね、なるほどと思って、結構泣く泣くカットしたシーン多かったんだなって。そして明日はクワさんの回と、キルトークですね。楽しみでございますね。ということで感想させてもらいます。ご視聴ありがとうございました。